はじめまして、月影村の RTA を見てやる気が最強に強まった、ミスター月影村名誉村民野郎です。供養峠はすでに先駆者兄貴のグレートカツナイスで凄まじいタイムを超えられる気がしないので、まだ記録がない出口を走りたいと思います。すぐに RTA を開始してもいいんですが、ゲームボーイ版とスーパーファミコン版は微妙にわずかな差がありまくりなので、あらかじめ知っておいた方がより楽しめると思うので、試練自身に来野郎もじゃない野郎も見てってくれよなぁ頼むよ。それと私はスーパーゲームボーイ2を使用しております。本来なら先駆者兄貴とレグを揃えるのは当然当たり前なのは明らかですが、皆様にできるだけオリジナルと近い雰囲気を味わっていただきたいので、スーパーゲームボーイ2を使用しました。それに区画化ライトが光ったり半透明かつスケルトンなボディは必聴にサイバー的近未来感があり最高に活かすからね、しょうがないね。ところでスーパーゲームボーイ1とスーパーゲームボーイ2では1の方が 2.4% ほど極度に処理速度が速いらしく、ゲームのレスポンスや BGM もオリジナルと比べると速くなっております。その仕様は言うまでもなくタイムに猛烈に影響しまくりで、緻密で精巧な計算によるとスーパーゲームボーイ1は1分あたり 1.44 秒程度速くなるようです。操作中の入力ラグなども考慮すると、出口では最終タイムは 3-4 分程度の差が出まくります。お前たちは知っているものだと思ったのだが。楽しんでほしいからね、やむを得ない。さて、前置きが長くなってしまいましたが、次は GB 版の仕様についてお話ししたいと思います。おそらく SFC 版が一番人口が多いと思うので、SFC 版を知っている前提で話を進めていくことをご了承ください。また、ここで紹介しなかったことに関しては、SFC 版と大体同じと考えて差し支えありません。GB 版を一言で言うならば、SFC 版の小ばみダニと最終問題を足して2で割った感じ、といえばわかりやすいでしょうか。ここからはいくつか特徴的な変更点を解説します。まず目につくのはマップの大きさだと思います。SFC は 34×56 に対して GB は 30×30、GB は SFC の半分より一回り狭い。部屋も SFC より GB は狭く、4×4、5×4 が標準サイズ。これらの変更はフロアを回るのに歩数が少なく済み、その分腹減りが抑えられ、アイテムや階段を見つけやすくなります。しかし、マップが狭いということは、敵が密集しやすいことを意味し、GB でも初期配置の敵は7体、特に深層での立ち回りに大きく影響します。常に数体の敵に包囲されると考えてください。そのため、泥棒も難度が上昇しています。RTA では大部屋の巻物、落とし穴や底抜けの壺、とどの壺がない場合は諦めた方が無難です。ツルハシを使う場合は、店から見えている範囲の部屋に階段や落とし穴があるのなら、これは通常プレイでも同じです。また、SFC では泥棒に有用なアイテム、大部屋、底抜け、ツルハシなど、が売っていましたが、GB では売っていません。それと GB の店主はちょっと賢くなり、ツルハシで掘った通路から店を出ると、その通路を認識して追いかけてくるようになりました。次に、SFC で存在した特殊な地形のほとんどが GB では削除されました。また、GB ではバネ部屋の出現率が非常に低いです。100フロア回して1回出るか、くらい。その他には、シャックルダンジョンが削除されてランダムダンジョンだけになりました。ただし森地形では大部屋の巻物の効果がないのは SFC と同じです。確定マップは大部屋モンハウだけで店の確定マップはありません。ただし店がある場合は B ダッシュすると処理落ちするのでそれである程度判断することができます。しかし、モンスターが徘徊して重い場合もあるのでそれを見極める経験が必要です。次に、画面内の視界についてですが、GB では通路でも常に透視状態になっており、出会い頭に一発もらうということがかなり減ったと思います。そのため GB はモンハウの仕様が大きく変更され、モンハウのある部屋には市松模様のような配置の罠が敷き詰められるようになりました。先ほどの動画のように、
部屋入り口に設置されるわけではないので、部屋に入って一歩踏み出して罠を踏み、退路を塞がれてしまうこともしばしば。私がたまに部屋をジグザグに歩いているのを見たら、モンハンを警戒しているんだな、と思ってください。通常プレイなら部屋は斜めで歩くのが鉄則です。部屋を降りた直後にこの罠の上に立っていると足元が罠になっているので、SFC のように理不尽な開幕モンハンは回避できます。その他の罠に関してですが、SFC にあった丸太の罠、罠の罠、幻覚スイッチの罠は削除されました。また、転び石で転んでも壺が割れなくなりました。次はモンスターについてです。GB は白黒なのでモンスターのレベルが色ではなく数字で表されるようになりました。これらのモンスターは GB では削除されました。全体的に見て面倒くさいキャラが削除されたようです。一部のモンスターは、より試練の世界観にマッチしたキャラへと置き換えられました。行動パターンも変わっていますが、それは後ほど解説。一方こちらは GB で新規追加されたモンスターです。カラスティングと爆弾鬼の能力については攻撃。それ以外は通常攻撃のみです。それでは、GB で初登場だったり置き換わったモンスターの能力を紹介します。エーテルもどき、SFC の反射能力を失い、透明でなくなった、なのでもどき、GB ではただふらふら歩くだけのモンスターに、そのためか階層にやや不相応な攻撃力を持つ。お化け大根系、お化け大根は HP が20になり、大幅強化。根回し大根は混乱層の射程が、お化け大根と同じになり、毒層も投げなくなった。親父戦車系、大砲の威力が弱体化した他防御も低下。一説は HP が68になったが SFC ほど脅威ではありません。カラスティング系、カラスティング系はそのフロアに通常出現するモンスターと外見がそっくりに変身しているという能力があります。小僧天狗系とは全く関係ありません。爆弾鬼、新規追加された一つ目系モンスター。40ダメージ前後を与えるとその場で停止して、さらにダメージを与えると爆発する。地雷なばりで半減できる。死の使い系、GB で超強化された種族。全体的に攻撃力が底上げされた。死神は壁抜け能力こそ失ったがそれを補ってあまりある一撃は脅威の一言。パコレプキン系、死の使い同様強化された種族。波以上の攻撃力を持ち、出現フロアでは常にスーツ機がチラチラうろつき試練の進路を邪魔する。ヌスッド時計。基本的な行動パターンは SFC と同じ。ただしアイアントドは試練の持ち物を優先して狙ってくる。Pターン系。Pターン、逃げ Pターンは SFC と一緒。飛びPターンはワープの反応が SFC より良くなった。亡霊武者。基本的な能力は SFC と変わらない。しかし GB では壁越しの斜め方向でも乗り移ることができるようになった。カットビイノシシ系。ドレムラスから差し替えられた敵。転ばせる能力は同じだが、この能力を食らっても壺は割れないようになった。提灯フグ系。回るポリゴン系から差し替えられたモンスター。ポリゴンと同じくドレーン系。常に金縛り状態で生成される。カサタヌキ系。ウズバ系と能力は同じだが防御が非常に高くなった。その代わり HP はどのレベルでも10になり、対処が柔らくになった。ニラミヘビ系。GB で新規追加されたモンスター。見た目も名前もヘビだけど、ドラゴン系なので一応紹介。当選竜系。レベル1の当選竜は SFC でやりすぎたのを反省したのか出現フロアを引き上げられ、だいぶおとなしくなった。マムル系、レベル2のアナマムの HP が6になった。SFC ではアナルを開発してギターを突っ込むのがメジャーな戦法だが、GB ではあまり機会がない。オロチ、供養峠のラスボス。SFC のドラゴンを一回り強くした感じ。正直印象が薄い。
次はアイテムについてです。こちらも調整が加えられているので各カテゴリごとに解説します。最初は剣。武風の包丁は肉が削除されたためありません。成仏の鎌、必中の剣、ドラゴンキラー、妖刀かまいたちは店売り限定です。どれも強力ですが RTA では、不要だ。一つ目殺しは一つ目系のモンスターが出口に広く分布しているので通常プレイなら役に立つ。拾えるのも嬉しい。爆弾鬼が一撃で爆発することもあるのでやや使いにくいかも。ドレインバスターは序盤に拾えれば、提灯フグが楽に枯れるので、一つ目殺しよりも頭一つ上。通常プレイ、RTA でも小躍りするレベル。くねくねハニーが一撃なのもポイント。ツルハシは基本攻撃力が5になり、GB で最も強化された武器の一つ。刀以下の無能力武器はカス同然に。これをいくつ拾えるかで物資の消費具合が変わります。マンジカブラは GB では変化の壺でのみ入手可能。で、ないです。20年で10回くらいしか見たことないよ。RTA で出てもそこそこ役に立つかな、程度の代物。次は盾について。使い捨ての盾は RTA のメイン盾です。床落ち店売りどちらでも入手可能。価格は4500円と高額だが、それに見合う性能はある。重装の盾は出口の合成ベースとして非常に優秀です。先に説明したように GB は SFC よりも狭いため腹減りもあまり気になりません。100機の盾は GB で初登場の盾です。基本防御力は9。重装が出なかった時の代替品という認識で構いません。店で売られていることもあるが無理に買う必要は。ないです。木工の盾は革の盾の介護官なのは SFC と変わりません。ですがメッキの巻物がない場合は錆びない能力は助かります。見切りの盾は店売り限定で滅多に手に入りませんが、先ほどの通り、強化の壺が実質入手不可なので、見切りの能力は非常に役に立つ。地雷なばりの盾は、戦車系の砲撃が弱体化した分、相対的に価値が下がった。合成の壺の容量に余裕があるのなら、合成してもいいくらい。風魔の盾もマンジカブラ同様変化の壺のみで入手可能。こちらも見たのは両手で数えるほど。クズ運には縁はないけどね。ドラゴンシールド。ドラゴンの吐く炎を半減する。炎を吐くのはオロチのみ。出口では店売り限定。どうすんだ、これ。バトルカウンター。SFC からバランス調整されたものが多い中、ブレない性能。そのままの君って素敵。やまびこの盾。骸骨魔導系が削除されたので、必須ということでもなくなった。6000円引き換え券という認識で良い。次は壺です。まず貝原系のくだらない壺は削除。まあこんなものあっても誰も得しないからね。しょうがないね。強化、分裂は出口では41回以降の店売り限定になりました。そのため RTA に組み込む余地は、ないです。あとは、変化の基本価格が識別より100円高くなったり、合成が SFC と価格が違っていたりと値段に変更があるだけで仕様には差はないです。それと底抜けは店では売っていません。次は草について。幸せ、無敵、復活は店売り限定。新規追加アイテムの高飛び層、フロア内ランダムワープ。素早さの種、20ターン完売速、があり、どちらも有能。素早さの種は床落ち限定。どちらもとても有能なので即より中でも草はなるべくなら確認したい。次は、杖。肉が削除されたため武風も削除。それ以外は値段が変更されたくらいで性能に変化はないが、封印や痛み分けの地位が向上している。巻物。GB では白紙が削除されジェノサイドは出口では出ません。出口の攻略とは関係ありませんが、ジェノの値段が5000円になりました。自爆では経験値が入りません。水出し派店売り限定になりました。水出し派合成や底抜けのために持っておいてもいいでしょう。また、GB では爆水が入手可能です。腕は、レベル固定と罠しが削除されました。それとトルネコにあった腹減らずが復活しました。
腹減らずは出口では出てきません。 GB では垂れ流しの値段が投資と同じ3600円になり、嫌がらせ度が増した。しかし店売りの3600円の腕輪は投資確定なので問題はないでしょう。幸せの腕輪は SFC と比べかなり強化され、1ターンに1経験値から階層に応じたボーナスが入るようになりました。SFC と違い、会心は出口では入手不可、回復と幸せは店限定というような腕輪は拾えないので、安易に装備して識別するのは避けた方が無難です。最後に食用、特製おにぎりが卵に差し替えられました。効果に違いはありません。卵はデロデロ湯の罠では腐らないので非常に便利。長くなりましたが、以上で GB と SFC との違いはあらかた解説できたと思います。それでは本編をお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。では、本編な。パン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 、今週のハイライト。基礎知識編からご覧いただいている兄貴たち、引き続きよろしくお願いします。RTA しか興味ねえんだよ、な兄貴たち。お待たせ。月影村出口 RTA の始まり、始まり。唐突ですが、実はこのゲーム、ダンジョンを再現できるバグ技があるのです。まあ一応その手のバグ技は禁止ってことで、一応、最終パートでコピーした日記でないことを証明しているので、そういうのは最初にやれって、すっかり失念してました。反省してます。スタート。あ、ほらほら RTA スタートしたみたいですよ皆さん。はい、メイン窓に注目。このあたりはほぼ SFC のフェイト進め方は同じですね。フロアを回りながら適当に敵を倒しつつ、アイテム回収して降りる。だいたい1フロア50秒で回れれば早いです。お、早速ツルハシを拾ったみたいですね。これは幸先が良い。序盤の雑魚どもが、ワンパンで溶けるのは爽快ですなぁ。今更ですが、試練の名前が、ホモではありませんが、私はホモでは、ないです。それだけははっきりと、真実を伝えたかった。さて皆さん、今のダッシュに違和感を感じませんでしょうか。少しもっさりした感じが見て取れると思います。基礎知識編をご覧になった兄貴はもうお分かりですね。そう、このフロアには店があります。そして今ツルハシを持っている。わらわら階段の位置、わらわらこれは諸田で、工藤。まあその前にゆるりとフロアを回りましょうかね、わらわら。うろうろうろ。ツルハシ2本目拾いました。なかなか恵まれてますねー。さーて、そろそろ品定めと参りますか。ひひひひひひ。邪魔。どれどれ、何があるかな。これは、無敵そうじゃな。毒消しそうに。これは幸せだとレベリングがはかどりますね。ゴミ。邪魔。先に持ち物を識別しましょうか。おとぎりそうに。食べてもいい？草。萎縮症、ゴミ。ずんの、やすの、めぐ。まあまあだ。では、そろそろやりますか。
もたついているように見えますが、重たいんですよね。GB 経験済み兄貴なら、よくわかると思います。さて、開通しました。お待ちかねの、止め止めタイム。一応、ツルハシの呪いの有無を見ておきましょうか。ついでに恵みも売って金稼ぎ。ワンターレン、呪いなし確認。では、さらばだ。盗賊、エヴァありか？ぶしつけな人だな。人のものを取ったら泥棒なんだ。また会おう。グッライト。泥棒大成功だぜ。おいしいのう。あ、そうだ。基礎知識編の8分45秒あたりで、ウェイチンタラ。チンの数が足りないと、コメントした兄貴たちは、下がってよいぞ。トドの盾を拾いましたが、呪われてると面倒なので装備はやめとこ。お金見っけ、さっきもらった1000円の草を試してみよう。アクしろ。現れたな。では、錦別の草をぶっかけてみましょう。いいね。経験値1000。ちょろいもんだぜ。洞窟マムル君は、馬、だぜー。幸せそうはもう一個あるし、できれば2匹目も狙いたいですね。杖ゲット、GB では杖はどれも有用なのでありがたやー。お主が実験台じゃ、くらえ。ワープしましたね。GB は魔導の杖も2匹別で出てくるので、一時しのぎとどっちかな。一時しのぎでした。序盤からアイテム運が良いですね。もう一匹洞窟マムルを借りたいけど、対処アイテムもないし諦めるか。先ほどは、トドの盾を装備するのはやめておこう、と言いましたが、次のフロアから、ジョッチヤバいやつが出てくるので、保険で装備します。早速出てきました、ワラビーです。今回は守備よく、レベリングと装備が整っているので、なんてことないけど、平運でここに来るとかなり危険です。SFC の当選言うほどではないけど。地雷なばりの盾は序盤で拾えたらそこそこ役に立ちます。もうちょっとしたらお世話になるから、それまで。さっき拾った錦別の杖も使ってみましょうか。動かなくなりました。と、思ったら動いた。ということは、魔導の杖ですね。隣の部屋に階段が見えたので、ツルハシで掘って直行。我ながら、ちょっと感心する判断。褒めてもいいのよ、てか、褒めて。すでに、萎縮症は識別したので、二識別の草は、じゃんじゃん飲みましょうねー。これも飲んじゃえ。力のため。レベルと装備が整ってると、この辺でもサクサク進めて本当に楽ですね。うろうろ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 した結果、杖を拾えたので、まあいいんじゃないっすかね。じゃ、そろそろ次に行くとしますか。スチャチャー。
スイぴょん。このフロアからだんだんと敵が強まってきて苦しくなってきます。普通に来たらカットビイノシシはかなりの苦戦を強いられると思います。お、店だ。うっひひひ。とりあえず一つ目殺しはいらないので売りましょう。今日にありがたやー。定石通り持ち物の識別っと。大部屋。混乱か、敵倍速。メッキか、壺増大。杖は、場所外か、吹き飛ばしのようです。幸せそうが出たのでこれは異拡張ですね。ほう、店売り3600円の腕は投資確定。なかなか良いもの揃えてるじゃーん。この半端な値段の杖は幸せか不幸のどちらか。こっちのちょっとお高い半端な値段の杖は身代わり確定。ひとまず識別はこれでよしとして、階段を探しに行きましょうかね。いやー、楽しみですなー。あ、おにぎりだ。神妙に仕上がれ。うろうろ。あ、これ吸い出しじゃないや、メッキだった、てへぺろ。階段の位置が悪い。泥棒は諦めましょう。いやーなかなかの買い物上手でしたねー。のこのこやるじゃない。じゃ、次、行きますか。やってきました、7階。ここでさっき拾った地雷縄張りの盾が大活躍するよ。この異拡張も飲む必要はないんだろうけど、杖や壺を名付けるための枠を開けるために飲んじゃいましょ。さーて、親父狩りと行きますか。ここから9階までは親父戦車が出現するので、同士打ちを誘って頑固戦車にしてから倒すのが GB でのセオリーとなります。今回はギタンを拾ってますが、通常ならギタン砲で倒すのが安全です。まあこのレベルで頑固に負けるなんてありえないし平気平気。敵倍速読んじゃったし、このフロアは諦めて次のフロアで仕切り直しますか。おっと、毒草を投げられなくてラッキーでしたね。さて、改めて親父戦車を探しますか。本当は大根も倒しておきたいけど、ちょっと自信がないのでスルー。百鬼の盾か、まあトドよりはマシだし、こっちに変えましょ。
トドの盾はプラス修正があったし、捨てなくてもよかったかな。なかなか戦車が出てきません。ちょっとロスってますねー。お、ようやく見つけました。とりあえず先に杖の識別だけ済ませておこう。場所替えでした。便利な杖が優先的に積もれるのは安定につながるのでいいですね。もう片方の幸せ格好の杖はどっちかな。幸せだと加速につながるんだけど。不幸でした。まあこれはこれで優秀な杖なので、まあ、やろ。ツルハシで角を掘って、そこにはめればええやろ。ほらこっちおいでー、怖くないよー。へっぱかめ、そっちは行き止まりだぜ。よし、計算通り、ざまあみろ、え。ここに来て初めての壺ですね。ちょっと遅いけど、その分、杖が充実してるので問題ないかな。地雷なばりが活躍すると言ったな、あれは嘘だ。通常なら頑固狩りに使えるんですが、今回はレベルも十分だしいらないか。ようやく2匹目を発見。あとは適当な敵を見つけて、親父に倒させるだけだ。もたもた、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 こいつでいいや。適当に痛めつけておこう。目的のレベルに到達したし、もう降りましょ。今更なんですが、すでにレベルは十分だったんだし、即降りしつつ道中の歩き狩りでよかった気がする。まあこうやって稼ぐという一例ってことで、月影村で愚痴 RTA に興味がある人は参考にしてちょ。わかってください。また壺がありますね。今度は保存だといいな。保存だ、やったぜ。これで少し持ち物欄が楽になるかな。おにぎりはどんどんしまっちゃおうねアイテムを握られたくないので、魔導の杖で対処。まだ握り変化は乱数で生き残る可能性があったので、さっきみたいに魔導の杖で対処した方が良かった。
保存に空きがあるんだから、忌憚法を作っておくべきですね。変化の壺も、ここらで消化しておきましょうか。じゃ、次行きましょ。このように、開幕大部屋は門ハウ確定です。門ハウがある部屋は、目薬層でも見えない門ハウの罠が、市松模様のように敷き詰められています。つまり、斜め移動で動けば、絶対に踏むことはないってことですね。GB では、斜め方向のダッシュが非常にやりにくいので、歩かざるを得ない。無理に斜めダッシュして踏んでしまったら、元も子もないしね。握り変化の足元がモンハウの罠なので、投げたおにぎりの位置がずれましたね。拾った飯は食うな。川の盾は、いいですね。早く重曹も拾って合成したい。本当は忌憚法を作りたいけど、斜めダッシュは怖いので諦め。あ、そうだ。せっかくだし、基礎騎士編の素材にしようっと。これぞ一石二鳥。おそらく、アイテムを握られてもいいや、的なノリで握り変化を殴ってますね。とりあえず、鬼面武者とシューベルを始末したら、杖だけ拾っておこう。亡霊武者は魔導の杖でいいか。お、親父戦車を呼びましたね。じゃ、遠慮なく。いやー賢いですねー。タナボタウマー。持ち物がいっぱいで杖持てないや。どうしよっかなー。血の恵み期待して、川の盾を強化するか。百鬼はメッキしとこ。これは後々、重曹を拾うのを当てにした判断ですけど、ちょっと微妙かなー。ここまで来たら、もう百鬼をメイン盾と割り切るべきだったと反省。次回はそうします。ひぃ、やっぱりギャザーは。すでにメッキをしているので、ただの雑魚ですね。ここまでで盾が錆びないようにできれば、かなり精神的に楽です。未識別の杖は早いうちに使って識別しましょうねー。動きが止まった。魔導の杖はもう出たので金縛りの杖ですね。なんだ？こっち来た！ここは音切りそうじゃなくて魔導の杖かな？さっさなりまさとオリルに限る。こっちに RGA に必要な何かがある。俺にはわかるんだ。ほらね、俺は詳しいんだ。じゃ、今度こそ降りましょ。周囲に敵はいないようなので、今のうちに変化を消化しましょうか。ほう、強敵登場だな。当然ゆうくん。SFC ではあんなに生きてたのに、一体どうしたん？まあ、それが君の本来の実力ってこった。あーん、面倒なのに絡まれちゃったよ。どうしようどうしよう。とりあえず身代わりで、左下に振るべきですね。なんで上に振ったんでしょうか。これでキューバはしのいだかな。邪魔になりそうなので、倒しておきましょ。おら、ゴミが、ひざまずきな。よっぱ、わらわら。ドラゴン層は、GB では、良いアイテムだと思います。杖が限られてくるので、敵を倒してどかせるという選択肢はいくらあっても損はないです。危ないですねー。まだモンハウ出てないはずですよ。感心しません。まあ、真空切りもパワーアップと併用したり、複数あれば役に立つのでよしとしますか。
難なく階段に到着。余裕ありそうなので、左の部屋のアイテムも見ましょうかね。保存、煮詰め入手。見てよかった。道具欄も、だいぶ余裕が出てきましたね。盾が弱いのが不安ですが。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。赤白帽は大切にしなくちゃいけないんだ。じゃあまた。お待ちしてました。またお会いできて嬉しいです。前回までのあらすじ、盾が弱いのが不安だけど、なーに、気をつければ大丈夫さ、なー RTA、もう始まってる。このレベルだと、ギャザーがきついくらいで、あとは、どうってことないですね。亡霊は、放置でいいや。ドラゴンヘッドですか。こいつは SFC よりも明らかに弱くなっている珍しい敵ですね。GD は変化ガチャを回すのも上策とはいかずとも良い選択肢だと思います。なんでこんなところに罠があるんだ。こっちきた！金縛るしかないか。草鬼、変化に突っ込んでやる、バーカバーカ。さーて、この二識別の杖はなんじゃろな。封印されてない。不幸は出たから痛み分けかな。このタイミングなら、まだ使い道はあるから、助かる。おや、早速出番が来たようですね。マジ雑魚、わらわら。SFC と比べると、本当に見る影もなくなりましたね。毒消し層はいらないと思うんですけど、なぜ、ここまで毒消し層にこだわるのか、自分でも。わからん。レベル1のギャザーの方が明らかに強い。ドラゴンヘッドくんは確かレベル2なんだっけ。まあ頑張って。これはいいタイミングで店が来ましたね。なぜ、敵が多い方に行くのか。ここはお店に直行でいいはずなんだけど。ほら、一時しのぎを無駄に使っちゃったよ。これはおそらくなんですが、先に階段を見つけておこうという魂胆だと思われます。ということはつまりガバではない。はずさ。ここは痛み分けですね。GD は毒草を投げてこないし、自滅を待った方が良かった。いくら額が少ないからって、さすがにそこでギタン投げはもったいないと思うけどなぁ。せめてギタンはチビタンクに投げるべきだったのでは。こんな危ない部屋入る必要ないから。いだだだだだだだ。こんな貧弱な盾じゃ。やはり無理か。この回までで、使い捨てか、最低でも重装が拾えないと、近接戦は厳しい。ファイ！ドラゴン装もったいねえ。最短で店に行っていればこんなことにならなかったのに。ここは、ミドロを倒さずに通路に入って、爆弾ウニをやり過ごした方が良かったですね。殴る前に魔導の杖を振った方が良かった。睡眠層ないよりはマシか。持っていこう。
こらエンド、コンボケガー。ここで睡眠草を投げればよかった。プレイ中はこれがベストだと思っているんですけどね。見た感じ、良さげなアイテムが揃ってますね。また後で来ましょう。と思ったけど、ウニが道を塞いでくれたので、品定めに変更だ。この壺は倉庫、ゴミ。これは壺増加困った時ですね。おお、合成が来ました。ここ。確かこの壺はすでに1個持ってたはず。でも、こういう時に限って、盾が揃わないんだよなぁ。もう、投資持ってるから、店売りの腕輪は見る必要ないですね。では、持ち物の識別と参ろうか。魔物のるつぼ、ゴミ。一鉢で背中にかけなくてよかった。とびぴーワンちゃん、来なかった。混乱しているうちに始末しましょう。お、こいつ壺落としましたよ。ラッキー。そうこ。け、ぬか喜びさせやがって。本当に盾が貧弱なので、変化の壺を当てにしないといけないかもしれない。頼むから重装か使い捨て。おっしゃす。かたくなに毒消し層を捨てませんね。自分でも。よくわからん。ひょっとして別人のプレイ動画を編集している可能性がビレゾン。開いた口が塞がらんってやつだな、邪魔だ。ここもなぜ行ったり来たりしたのか。これがわからない。うわあ、大型地雷とか、めったに踏まないものを踏んでしまった。ナバリいらないと思った時に限ってこれだよ。ついてねー。なぜ、もっと早く音切り層を飲まないの。こうして編集しながら見返すと、ひどいですね。でも、未だにこの記録を抜けない自分がいる。気を取り直して、お店がありましたね。まだ盾に不安が残るので、使い捨てに期待しましょう。百鬼、いらね。卵は SFC でいうところの特鬼です。今食べちゃいましょう。無敵層は一つあればいいか。草はもう名前つける必要ないんだよな。この壺は識別なので、今後のために杖の識別をしておきましょう。まずは部屋のスペースを確保して、優先度の高い杖から順に入れていきましょう。おいっちょ。壺増大ですか。すでに合成は十分なので、保存に読みましょう。ホモの大きさが1増えた。え、それは。識別の壺がまだあるので、やれるだけ識別しておきましょう。草に名前をつけるくらいなら、壺に入れた方が良いですね。ここも判断が遅い、とっとと壺を割るべきでしたね。
いい商品はありませんでしたが、杖の回数が判明しただけでもマシかな。真相で回数のわからない杖を振るのはちょっと怖いしね。卵の効果でモンスターを起こさなくなってるはずだが、画面見てないのかな。なんで殴った、倒す必要ないでしょ。自分のプレイを後から見返すと、本当にしょうもないミスばっかしてる。これでもプレイ中は必死で考えているんだろうけどさ。ここはトドの盾の修正値を期待して100機ベースで合成すべきだったかな。プレイ中は合成はこれ1個限りと考えて温存するつもりだったと思う。杖がありました。マスターチキンが迫ってきていますが、多少無理してでも拾っていきましょう。混乱草を投げられなくてよかった。最適解は左上からの右上でしたね。さて17階、レベルのアドバンテージが有効な最後のフロアです。個人的な感覚では月影村出口は1から9階が低層、10から17階が中層、それ以降は深層という認識です。基本17階以降は即降りですが、30階まではアイテムを温存します。余裕があれば即降り中でもアイテムは回収したいですね。鉄鋼かよ、一瞬期待しただろ。今回は盾に恵まれませんね。そろそろ重装か使い捨てを拾えないと、この先かなり厳しくなってきます。また店がありました。アイテムは大いに越したことはないので見に行きましょう。大部屋の巻物を持っているので最後の使いどころですね。大部屋を呼んだら真空切り2枚で雑魚を散らして店主は金縛り。よし、パーペキ。大部屋を読むのはちょっと早いかな。店で持ち物を売ってからでもよかろう。痛み分けが活躍するのもこの辺が最後でしょう。チビタンクが邪魔だな。大部屋呼んでたら銀の矢が爆弾海に当たってその爆風を食らって RTA 終了してたかも。おー怖い怖い。倍速の敵は存在するだけで重くなる。痛み分けさん、今までありがとう。ついにやってきました、18階です。基本、ここからは即降りになります。というのも、このフロアからあいつが出現するからです。おそらく GB 版で一番ヤバいと思います。円筒を拾いました。GB ではかなり有用な腕輪です。と言っている間に、奴が来ました、死の使いです。せっかく身代わりしたんだし、金縛っておこう。よし、ここで金縛りの、通路をつるはしで整形しの、入れないようにして、オケなんだが。ゴミどもが、サンドバッグにしてやるぜー。おとなしく経験値になりな。この先さらに厳しくなるから、最低でも HP は150は欲しいところ。ふわ？モンスターの部屋だ。ここは身代わり一択かな。左上以外は、タウロスが痛恨出したらやられるので、左上に振るぜ。お似合いだな。身代わりが下に移動してたら厄介なことになってましたが、運が良い。下がれ。ここは真空切りやな。その気を味わえ。もう一つある。わっしゃい。うわー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 わ。決まったな。右
下のタウロスに振った方が良かったかもしれません。多分1ターンくらいは耐えるはずだし。私としたことが、ま、終わり良ければ全てよし。戦利品を回収しましょ。倉庫とかいらないから背中ちょうだい。今日にありがたやー。もう食料はこれで十分ですね。毒消しそう、まだ持ってる。これだけはなぜ持っているのか未だに理解できない。編集中にいろいろと理由を考えてるんですが、まず殴ることはないから力の回復のためではないですし、スリム死刑の対抗手段としても投げる機会はあったのに投げなかったから違うし、わからん。杖は余裕のある時に識別しておきましょう。爆水発見、この先役に立ってくれそう。今日には一個食べてもいいだろ。いただきます。識別の巻物は背中のツボを識別するために取っておこうかな。ここまで持ってきて結局捨てるんかい。ほんま何を考えていたのか。わからん。杖はもったいないからギタン投げよ。ダメじゃーん。いい草かもしれないし、ちょっと約束。慌てた割にはもらいが少ないっつーの。じゃまた。これによがしにぶつけてくださいと言っているようなギタンがあるので遠慮なく。保存三つ目。あまり保存が多すぎるとアイテム管理が大変ですが、たくさん杖を持っておきたいので悩みどころです。ミノタウロスの斧はそこそこの値段で売れるので所持金を鑑みた判断ですね。隣の部屋にギタンが見えたのでギタン砲にしましょう。これは額面が少ないので今投げよっと。通路を進むのは危険なのでツルハシでショートカット。こんなのとまともに戦ってられるか。俺は先に行かせてもらう。あ、ちょちょ。もうだよ。ツルハシ欲しい病を発症してますね。ほらほうよ。なんか嫌な予感。ここは円筒を装備しておきましょうか。杖はいくつあっても多すぎることはないので拾っていきましょう。これは行幸。右端に階段が見えました。先に階段までの退路を確保しておこう。アイテムを整理して持ち物欄を開けておきましょう。あの杖も確保。本当に盾以外は順調ですな。一時しのぎ、いいよ。おっと、一時しのぎを拾ったから持ち物欄いっぱいだった。適当に識別の壺に突っ込んでおこう。場所がいいですね。そろそろ魔導の杖もお役御免だから早めに使い切っておこうっと。あ、さっき円筒に変えたんだっけ。うっかりうっかり。オロチは経験値2500と非常に高く、アイテムも落としやすいので、どうにかしてかろうと画策してますね。無理、帰るよ。お、壺と盾。そういえば、背中がまだだったはず。はい、盾も使い捨てが欲しい。はい。
だ。もう杖だけ識別しとこ。やばい、敵がたくさんいる。でも格子部屋だから、うまく切り抜けられるか？ふう、囲まれるところだったぜ。アイアンヘッド、4体か。一つ目殺しを持ってれば、ズタボロにしてやるところだったんだが。残念だ。無駄にウィンドウ開閉してますねー。一体彼は何をしたいのか。よくわからん。いくらなんでも、不幸の選択が遅すぎ。不幸の杖は、この辺りが限界だから、ためらう必要ないのに。今さら埴輪ごときに、遅れを取るはずないんだし、なんで引き返したのか。これがわからない。まあ、アイテムはギタンだったし、階段探しを優先したんだろう。さっきは埴輪を見て引き返したのに、今度は部屋を見るようです。いらね、飲んじゃおう。フロアの構造的に左下に階段がありますね。早く次の階に降りたいところ。お、これはもしかして目薬飲んでよかったパティーンですか。実はわかってたんすけどね。とりあえずクロムアーマーに不幸を振れば、どちらも殴り倒せるかな。そうそう、今回は判断早いよ。ここまで来て、くねくねハニーやセルアーマーが、一角じゃないのは、ちょっときついかな。ここも不幸。わかってるね。ざっけんな、こらー！HP もまだ不安なんで飲みましょ。階段あったけど、周囲は安全っぽいので、アイテム買い降りましょ。今度こそ頼むぞ。やーた。よしよし、それでいいんだよ。もう用事はない。階段に行くぞ。どうした？くー！相手してる暇なんてねー。逃げろ逃げろー。怖いか、オロチの力が。ふん、何も言うことはない。くだらん、俺の前に二度と姿を見せるな。何？お前が存在するのは許されない。火薬するレビタの名にふさわしい行動を取ることになる。バカ、この猿、気違いが。まあこんなものだろう。アホな編集をやってる間に重装来た。グレート。だが、他に混ぜるもんがねえ。とりあえず今拾った名張と、五章大事に取っておいた川と、百鬼でいいや。さあ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 、いかがでございましょうか、いかがでございましょうか。メイン盾の、完成でーす。しかし、修正値が低いので油断は禁物です。慎重に行きましょう。ふんふん、雑魚か。お前のような細くな奴の相手は息が詰まる。ち、身の程知らずが。ただでは、ゆっくり静養なさってください。このままでは終わらんぞ。ふん、投石豚野郎の気持ち悪さは GB でも健在です。目回し大根くんを見習って。どうぞ。ツルハシの残りに余裕あるし、ここはショートカットだ。目薬そう、いらないし飲んじゃお。おお、また大型地雷か。危ない危ない。しかし大型地雷よりも危険な奴が接近してきている。ここのギタン投げは良い判断だったと思います。この先500円前後の半端な額のギタンは使い道に困るし。ここは金縛りでしょうね。
おそらく、一時しのぎの回数が少ないので、使い切っておこうという判断だと思います。睡眠層を外したら痛み分けするつもりだったんでしょう。この辺の階層は杖を温存すべきところと使うべき場面の判断が難しい。今後のことを考えるとどうしてもアクアマリンを手元に置いておく必要があるのだ。未識別の杖がないか調べてますね。未識別の杖は壺に入れないとか、そういう決め打ちをしておくべきだと思いました。やっと高飛びそうですか。もうちょっと早く欲しかった。グレート、目の前に階段、即降り。場所替え。いいぞ。ツルハシももう見なくていいのかもしれません。この辺りはアイテムが足りるかどうか非常に判断が難しいんですよね。まあないよりマシだし、ギターン砲にしましょ。一鉄は脅威ではないですが、面倒いのでスルー。おっと、お休みの邪魔をしたらよくないですね。急がば回れ。草だ、高と。約束。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。もうお酒はやめなはれ。じゃ、また。労働時間、どすえ、頑張ろ。アイテムの使い時が難しい RTA、おっし、行くぞお前ら。パワーアップか、適当に呼んでおこうかな。右の部屋は、キラーギャザーがいるので、下の部屋に行きましょう。腕輪はすでに投資と円筒があるので放置でいいと思います。通貨が欲しいのはわかるんですけど、杖が潤沢にあるので通貨のお世話になるような状況はないでしょう。一徹をしのいで階段を探そうとしてますね。前のパートで投資の使い勝手が下がったと言いましたが、これでよくわかってもらえると思います。ほんとこいつ嫌い。もし出口にジェノサイドが出るなら、ジェノはこいつ一択ですね。さっきしのいだ一徹と場所替え、逃げるが勝ち。マップ右上にモンスターが固まっているので、下から回りましょう。ギターン砲は必要ないのかな。何度もしつこいかもしれませんが、本当にアイテムが足りるのか判断が難しいんですよね。ただ杖を温存することを考えると、ギターン砲は作っておくに越したことはないと思います。困った時目当てで識別してますが、これはもう必要ないかな。まだ背中の壺を拾えてないので慎重にならざるを得ないです。この十字路は左右どちらかに曲がるべきでしたね。袋小路。私がここまで追い込まれるとは。こういう可能性が視野に入らないとタイムは伸びないよ。ここらで背後の敵を金縛りした方が良かったかもしれない。ここでも杖をもったいぶってますねー。でもここらで杖をブンブン振ってたら最後までたどり着けないんです。本当なんです、信じてください。他の杖を温存するため痛み分けで無理やり対処。もし殴られても1ターンで処理できるはず。操作ミスでゲドロを殴ってしまった。 GB はレスポンスが悪いので焦りは禁物。運が良いことに、地獄の使者があっち行ってくれましたね。この隙に降りましょう。ありそうだ。せっかく大部屋持ってるんだし、素材取っておこうっと。このように、見た目はランダムですが、森地形では大部屋は効果ありません。基
知識編を飛ばしてきた人のためなんだからね。勘違いしないでよね。お、そうだな。盾発見伝。そろそろ本気で使い捨てが拾えないと、いよいよ持ってやばいです。青銅鉱。これは盾運に見放されてますね。間違いない。600円超えてるなら、まあありかな。お前いつまでも着物欄に居座る気だよ。あっち行け。お、素早さの種はいいですね。こういうのもっとちょうだい。さっきからゲドロが多くて助かります。普段ならこの辺りは、地獄の使者やミノタウロスに追い回されてヒーヒー言っているところです。階段部屋到着。危険はないのでアイテムも確認。この程度の額じゃ、もはやや軽視に水だから、忌憚砲を作る必要ないですね。この時は、少額でも何かの役に立つかもしれない、という考えでした。以前、47回で58分という自己ベペースの時にアイテムを使い果たして、落ちたのがトラウマになってると思う。ここも即折りしかないですね。もう草なんて見る必要ないよ。飲む必要なんてもっとないから。隣の部屋に杖が見えたんで取りに行こうとしてますね。RTA なんですけど。いいこと考えたぜ。なんだ。それならそうと言ってくれれば。僕はてっきりメソ。あ、いや、失礼、なんでもない。悔しいから無理やり拾おうとしてますね。まったく、散々な目にあったぜ。早く次の階へ降りよう。なんでそこから場所替えを。斜めから場所替えすべきでは。今度は、杖も壺も草も無視して階段に直行しましたね。それでいいんだよ。グレートですよ、こいつは。やあ、あっと背中の壺入手。遅い、遅すぎる。背中を拾って安心したのか、忌憚を無視できる余裕が生まれました。やはり必要なアイテムがあるのは心強いです。とにかく杖を温存しようとしてますね。まあこの後のフロアのことを考えたら間違ってはいないんですが。ここからパコレプキーナとグレートチキンが出てきます。温存していた杖を一気に使って駆け降りるのです。起こしたか、金縛りはもったいないので忌憚砲で。余裕なんだよ。こんなところで外すようなら脱出できないぜ。もうこの先、忌憚砲は使わないし投げまくれー。500円ならないよりマシかな。拾っておこう。さっきしのいだパコを忌憚砲で倒すためにパワーアップ。こっちじゃなかった。いたいた。忌憚砲でどかせましょう。ちょっと腕をやっちゃったみたいっす。もう、肝心な時に。二度はないぞ。一応回収しときましょう。一応だよ一応。安定行動だから。アイテムの配置でモンハンを警戒。足元を確認しました。グレート！おーっと、待望の使い捨てです。本当にギリギリのタイミングですが、拾えてよかった。使い捨て1枚じゃ不安なので、重装は捨てずに取っておきましょう。ここも一時しのぎで階段を探しましょう。使い捨
捨てに装備を変更して。使い捨ても呪われてないですね。よしよし。GB だと敵が階段の上にいると、階段が見えにくくてしょうがない。ツルハシかと思ったけど、そうそう都合よくいかないか。チキンには接近されたくないので、一時しのぎして階段を探しましょう。すぐ左の部屋だ。近くてよかった。ここは部屋に入る前に場所変えですね。ここでも過剰にアイテムを欲しがってます。痛み分け。怠慢だし、場所外の車線が通ってなかったから、まあありかな。逃げたか。あれは放っておいて、グレートチキンと場所替えだ。この広さは4分割の部屋ですね。比較的逃げやすいので、まあ良いでしょう。ここまで来てアイテムを出し惜しみするのはちょっといただけません。ですが、本当に足りるか微妙なんですよね。隣の部屋は格子部屋ですね。逃げやすい地形で助かりました。吸引中に隣接していたヘルラガーがいい位置に移動したので場所替えしましょう。追っ手を金縛りするのはもったいないか。引き連れたまま次の部屋へ。トドが良い位置に来たので場所替え。足元のアイテムを拾わずに、執拗に試練の持ち物を狙ってますね。ここは罠を踏む可能性を考えて動かずに杖で対処すべきかな。ここも一時しのぎで階段を確認。現在地からすぐ右下の部屋ですね。近くて助かります。このシーンは GB の通路からでも部屋の中の様子がわかるという仕様をうまく利用していると思います。残すところあと9フロア。慌てずに全力で急げ急げー。早速クソ野郎がお出迎え。寝てるようなので杖見ましょ。効果、悪くはない。ここ、追ってきたのを確認してからでも十分間に合いますね。もったいなかった。ここも追ってきてから対処で十分間に合いますね。まああとちょっとだし、ケチるよりはいいですが。ここも面倒なので金縛りで。死神は起こしたくないので U ターン。右の部屋には騙しウッチーがいたので、引き返しましょう。逃げた先に階段とは、なんか運が上向いてきている感じがしますね。さっき拾ったゴミで対処。アイテム整理と敵の排除ができて一石二鳥。いや、レベルも上がって一石三鳥。げ、ここに来てバネ部屋とか。でも GB は周囲の様子がわかるから、それほど苦にはならないかな。むしろ、通路で敵に合わない分、安全かもしれない。一時しのぎがないのが、非常に辛い。でもバネ部屋の可能性を考えて、温存するのもどうなんだろう。金縛りも、残りに余裕があるし、もう考えなしに振って大丈夫だな。一瞬金縛りの残りに不安を感じましたが、動かれる方が危険なので、金縛り。もうおにぎりは必要ないので、Q
キタンホを作っておこうっと。バネで飛ぶのは怖いのでツルハシで進もう。ここはもう一マス右まで掘るべき。この辺りからタイムが早いことに気づいてドキドキしてました。時間的に壁を掘っている余裕はないのでバネに運を任せる。いいところに飛びました。あとはツルハシで掘りつつ様子を伺いましょう。こっちじゃなかった。敵の少ない方に行ったことが裏目に出ましたね。ハサミ打ちを食らわないようにベルトーベンを足止め。敵がうじゃうじゃいる部屋に階段。これは誰でも最後に入る部屋だと思う。この爆睡は良かったと思います。無敵そうだと殴られる時間がロスになりますし。お、また階段部屋ですね。罠を踏みたくないのでアイテムの上を通りましょう。またまた階段部屋、即降り。先ほどのバネ部屋での遅れはこれでチャラかな。この調子でどんどん進むぜ。吹き飛ばすなら通路に入ってからですね。記録が見えているのでかなり焦ってます。霞仙人はもはや特技も打撃も怖くない。無視して場所替えで強引なドリブル。よい、一二壊滅イノシシが。遠慮せず場所替えで。場所替え大活躍。場所替えの数に余裕があると楽ですね。いい具合にモンスターが渋滞を起こしてますね。この隙に階段にたどり着きたい。バカ、警報は心臓に悪い。おお、信じられぬう。隣が階段とは、即降り。ラストフロアで初めて矢が出てきたわらわら。やるじゃないか。厳しい状況が続くが、このまま順調にいけば、なんとか脱出できるはずだ。大至急階段に到達せよ。つい癖で盾を確認しちゃった。あと少し、落ち着け。目の前に階段か、急げ。ほら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 、ほら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 、ほら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 。セクシーコマンドを披露、代わり身の術。49階の出口を降りたところで、タイマーストップ、くう疲れま、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。口笛を吹きながら歌うコツは、邪魔だ